えな、ー、ん <laughs> だろうなー待ってね横にあんのリクエストとは思うけれどウェーブの底はねブブーそれとブブーおちょんぼとかりんごとか言われてるやつでブブー詳しいねちょんまげブブーデコ殺してブブー今日はハーフツインでしたということで正解者は何人だ ?12 あ一 1234! 人おめでたいおめでとうありがとう挑戦してくれてちょっと三つ編みの人もやろうか悩んだけど意外とハーフツイングいたので今日はちょっと厳しめにいきましたごめんねフフ対戦ありがとうございました、うん、でも今回はスっ今回は おちょんぼが多かったかも。おちょんぼが多かったね。悩んでるなおちょんぼしようか。おめくさんにお任せしちゃったから。え。大丈夫そう、違う、これ。ちょっとやばいかな。 どうしたら大丈夫だ <laughs> やばすぎぴょんでもねめっちゃ吉野の生誕祭でお見送りの時にボブめっちゃ似合ってるって声かけてもらえて嬉しかった私幼いよね今ちょっと若返ってるよね暗闇で。 自分でねアレンジするってなったらストレートしかできへんからあとなんか自分的に外ネがあんましっくりきてなくてさもうこれ外ネか嬉しいかわいいってありがとうみんないっぱい言ってそれ今日は 吉野の生誕祭で久しぶりにお手紙を任せてもらって久しぶりでした <laughs> やってんけど一時期ねこういっぱい書くことが多かってんけどありがたいことに最近な,かなくて久しぶりでちょっとドキドキやってんけど。 いやもうおもろいよねまず吉野から前日ねもともとさ事前に聞かされとったからさ買いとってんけど吉野から昨日の夜「にちかさん」っ連絡メール見ちゃったんですけどって連絡来て「おいおいおい,おいマネージャーさんやらかしてる!」って思ってんけどまあまあこうやって笑えるのもね逆に面白いじゃんただマネージャーさんも絶対悪意はねあったわけじゃないし気をつけてくださいねって。 話し,たしまあ吉野にはその連絡が来た瞬間に「やっべ」と思ってまあまあちょっととりあえず明日楽しみにしてなって <laughs> いうふうに連絡しましたで今日迎えてもうあえてのもうちょうどね吉野から連絡来た後にこう聖書しようと思って思っとったからもうそれを書いちゃったよねでもそしたら吉野のファンの人たちがみんな笑ってくれて嬉しかった なんかお手紙の内容もめっちゃ悩んでどういうこと書こうかなと思って真面目というか結構本人の何を書いてもなんだろう響かせるのってなかなか難しいからもうお手紙に関しては生誕祭はもう自分が思ったことを素直に伝えてあげようと思って。 個人的に吉野が多分真面目に熱くスピーチするだろうなと思って吉野の性格上ね今までの生誕祭も見てきたしこう普段一緒に話しててなおさら思ってだからお手紙ではちょっと吉野の緊張をほぐすというかクスッと笑えることを多めにしようと思ってなんかちょっと吉野の可愛いおっちょこちょいエピソードを踏まえた内容にしようっていうふうに個人的には思っててでも。 吉野のスピーチとか聞いててああこの言葉言ってあげればよかったなとかはやっぱり後からはめっちゃ出てきてそう個人的になんかアドリブというかあんまりなんか手紙の内容じゃなかったことも全然突き出して言ってたり結構吉野自身に今2人でいる時に話してる感じに話しちゃってたかもそうだからすごい話しかけてる感じの読み方しちゃってたごめんねなんか <laughs> っていうふうに。 踏まえて読んでてあったけどねもちろんこれ伝えてあげればよかったとかは思ったけどちょっとそれも踏まえてブログとかに伝えようかなと思って思っております吉野とはねすごい喋るんだご飯も定期的に行ったりするし こう自然と楽屋とかもなんか隣にいることあったりこういつもね一番仲が深まってるのは公演前のストレッチの時にそれぞれがメンバーストレッチすんねんけどその時いつも隣ででストレッチが始まる前にもちろ一番乗りでいつもいてめちゃくちゃ入念にストレッチやりたいタイプやからおるねんけどそしたら2番目にいつも来るのがよしので2人でいつも「最近どうなの?」ってうだから話してることが多いから。 なんかすごい吉野のことも教えてくれるしこう嬉しいこととかも報告してきてくれたりするのがすごい嬉しいのでなんかこう頼ってもらえるって嬉しいけどある意味まあプレッシャーでもあるなっていうのは年々痛感する。でもこのセリフをね実は昔先輩が言ってて 頼られるってのもなんかあるんですよっていうふうに聞いたことがあって確かに頼られるのも頼ってもらえるのも嬉しいけどその分こうのだからまあ吉野のスピーチも聞いててこう吉野と普段も話しててあもっとこの子が頼ってもらえるように。 私も頑張ろうってすごい気を引き締めてくれる後輩かわいい後輩の一人です私にとってはなおさら吉野にとっての先輩もさ今チーム S でもそうだし少ないじゃんか s k 全体でもねだからそんな時にちょっとでも頼ってもらえるようにこう私もかっこいい背中見せれるように頑張ろうって思えた 吉野ね結構関西弁になんだんなお二人で話してる時かわいい「尊い」っていうスタンプがきたスタンプだから。うんうんスパまたちかこさんの似顔絵描いていただきたいですね大丈夫です <laughs> 大丈夫ですあの,きあの姫かかキミエかあのマリーに書いてもらいいたですすいませんでも吉野の生誕祭の T シャツすごかったんけどお見送りの時に普通に見ちゃったファンの人が着てるの見て「すごいね」って言ってもうなんかもう芸術なのかもはや分からん。 でもね多分あの生誕祭の絵を描いた人がい,いらっしゃってておみくんの時に「あ描いた人?」って言って「描いた」っていう人がいてすごいね本当に絵描けるってすごいよね才能なんかさこうやって一人一人一個は絶対に何か才能を持ってるんですすごいと思います私はあれは本当にもうすごいよみんなも本当に これからね一人一個は絶対持ってる千佳ちゃんの才能は自分で何だと思うのえ私の才能はねええー、やばいジューンジュオン、えーンええ笑顔人を笑顔にする力ってやつ自分で言うな <laughs> でも結局歌ダンスだかいろんなさ自分のじゃこの中で何が 自分の取り柄ですかって言われた時にあ自分って笑顔だなって思ったやっぱり笑顔がずば抜けてかなだから自分が笑えなくなった時自分じゃないもんね<笑>,笑顔だと思う大した才能じゃないしみんなが持ってるものだけど なんか初心ですよね結局劇場公演でもそうだしみんなと会った時にニコってみんなが笑ってくれたりするのも嬉しいしだから私はニコって笑ってくれたらその場合ニコって返すって決めてるし。<laughs> だと思うけどね。 あと人見知りだけど意外となんか人見知りじゃない気もしてきた人見知りなのかな私ってあうしい近くの魅力は人を引きつける魅力が才能だよ引っ張ってる <laughs> 嬉しいさう言ってくれてえー、人見知りよ私多分人見じゃないのかな分か、うんまあ、んないけどあでも話しやすいって言ってもらえるのは嬉しいかも だからトーク会とかもなんか緊張せずに来てほしい5時販売始まるってよみんな急にえないのかな人見知りじゃだから人見知りの人と話すのも好きあこの人人見知りだいっぱい話そうってその人の心を開けるのが得意得意じゃない好きでもやっぱさ 開けて欲しくない人もいるからそ無理やり絶対に開けてやるとは思うけど人見知りの人となんか仲が深まっていくのも好きでもいっぱい話してくれる人と話すのも大好き結局人と話すことが大好き一人じゃ生きていけない一人ぼっち嫌だえー、みんな人見知りなのえそんなイメージないねんけど握手レンかが来てくれててさあ人懐っこいねそれはそうかも ねえやだちょ私がちょっと嫌な言葉お母さんって言われるのチームスのお母さんのねはやだお姉ちゃんがいい <laughs> これ <laughs> ちょっとファンでちょっともうやりとりしとったお姉ちゃんがいいの私 お母さんじゃなくてお姉ちゃんがお姉ちゃんも嫌だけどね妹気質はもう完全にキンクねみんな <laughs> キンクだからねあそうそうそうドライチな配信でも言ってたやつねそうだよみんな私が笑顔にしてあげるみんなのこと こっち販売始まるのでいつから明日からえ私お姉さんなのあ明日の夜からだって会いに来れちゃうって会いに来ちゃう ちょっと会える部が一部減っちゃったからその分いっぱい会いに来てねみんなあクソガキとも言われてたな懐かしい懐かしいな切ないな大人になるってそうね多分日付によって受付が違うと思うので。 そうね結果を残したいでも楽しく楽しい時間を過ごしに来てもらうのが一番だからみんな笑顔にしてあげるおいで <laughs> 明日の夜も配信するけど明日ねお昼ごろにちょっとフライング バレンタインを作ろうと思ってその子の分明日はね作りたいものがあってお昼ごろ配信をしたいのでみんなお仕事だと思うから無理せずにね夜も配信するのででも本命はそう14の夜のだから明日2回を作るわお菓子お昼と夜は 次の日の S の子たちに今日ちょっと渡せんかったから渡す予定です2回公演です明日みんなおいで <laughs> 2回公演やめて何時頃かなお昼はお昼公演は多分12時から12時から1時ああちょっと顔出して まあ、理想12時半あっ悩む12時台からやりますでも2には終わる開演時間未定のお昼公演とえ後輩とのご飯断らなくていいよそれ言って後輩ちゃんと言ってあげて <laughs> 夜は遅め22時ぐらいかなそのくらいに作りますブラウニー作る 割れな,ながらあれお菓子なんか売ってるやつぐらいの美味しいやつでしたかわいいさラッピング袋とか買おうかなとか思うけどさなんか入れてさなんかすぐじゃん食べたらって思ったら結局なんか透明の。 もうコスパいい袋が一番いいなってお菓子作りを初めて思いましたまあ本命だったらちょっとみんなも箱とかに入れちゃってあげちゃったりするんですけどでも本命渡せないからだからラッピングにちょっと私は可愛いのはいいやっていうスタンスです「百均やばいよ」めっちゃかわい,い0百均この時期の。 SNS 意識しないねそこはやっぱ中身見えたいし <laughs> かな <laughs> おめえ渡したいよおめえ渡したいけどさみんな取りに来れないじゃんっていうだからこの時期のバレンタインデーの100均大好きなんだよねもうかわいいかわいいこれ買いたいってもう買いたいけど い,やいっ,かってなん,かなんかさ質よりさ量だもん今回美味しいんですけどねちなみに美味しいんですけどもう練習してるので一回っていうことで改めて復習すると明日の12時台からお昼公演でちょっと一仕事してまた夜公演は、えー、22時頃にえー やりますので皆さんよろしくお願いします見に来てくださいでは今日終わります今日も爆睡です明日の夜から6回の五時販売始まるので楽しい時間を過ごしにおいで みんなを笑顔にしてあげる。まあ、笑顔にしてもらってるんだけどね。いつもみんなに。ありがとう。あ、そうそうそう。昨日の話をしようとしたんだよ。忘れとった。昨日は、みんなびっくりしたでしょう。私がツイートして。私もメール,メール来たときびっくりした。ですけど、昨日は。 岐阜県にお邪魔しましまちょっとあの文章難しいので「全日本選抜競輪式典」に参列させていただきましたちょっとびっくりじゃないあの一番びっくりしてます私が「えみたいな「これ私でいいんですか?」みたいな来た時に。 で初人生生初競輪見てまあテレビとかでは見たことはあってんけどまさか自分がそんなすごい式典に出させてもらうなんて思うかったしこう決勝を見とっておー迫力ーってなってるしでもともとさそのボートレース とかさまあ競馬とかもねメンバーやってるから見慣れとったけど競輪は初めてでさすがにさ,さ,さそんな初めて言ってさやらんかったけどもう見させていただいてでこう1位優勝された選手に花束を軍事選手にお渡しさせていただくというなんとすごいことをさせていただきましたいやもう仕事できたかわからんもうまず自分がさ もうなんかどこに立ってるかもわからんしさなんかすごい方たちの横に並んでさえこんな感じだったんですけどでも,もう心を込めてお渡しさせていただきましたしこうやって呼んでいただけたことはすごい羨ましいですねコメント読んじゃったらしいしこうなんかニュースにもなってたっぽくて写真で。 持ってい,ただいててなんかほんまは花束渡した後こうすぐあ「ありがとうございます」もうすぐ立ち去ろうとしたのそしたら前にいた方々がすごい方々が「え写真撮ってもらえない写真写真」写真って言われてこうくるって戻って <laughs> こうこの緊張してる顔で写真撮らせてあと撮っていただきましたそう振る舞い方も全然わからんくてもう失礼がなかったかすごい心配だしなんかすごい。 経験をさせていただけたかなと思いました。みんなもびっくりだよね。なんかツイートしてびっくりしたと思う。っていう。そうすごい素敵なお仕事を任せていただいて、なんかこれからもより一層頑張ろうって気が引き締まりました。ただめちゃくちゃ緊張してました。 嬉しいみんながなんかニュースめっちゃ見てくれてて嬉しいねんけどありがとねえ y、ー、ヤフーニュースに上わってたの嬉しい <laughs> ありがとうみんなもぜひ一緒にあのあの拡散してください推しメンがいましたってでさツイートしていいのかも分からなくてさ初めねポスとかしていいのかも分からなくていやー本当にいい経験させていただいたよね ってていいう一日を過ごしてましまた <laughs> いやでもマネージャーさんとも話してたけどいや多分この場所にはファンの人いないだろうなーって話してた <laughs>。 フタンメン連れてて行っっもらえばよかった帰りうわやらかしたそれつらいやそうね普段さやっぱりグループで活動してたらさこう一人の現場ってなかなかないやんか団体というか。 メンバーと一緒が基本やからだからさせてもらう時ってさすごい緊張するし心細いねんけどその経験は自分にとってめちゃくちゃ大きいものになって身につくと思うしその場に出れるってのもありがたい経験だしまあこの経験をなんだろうまあ生かすって言ったら。 な分からんけどこうどう生か,されるのか生かせられるのかっていうのはただこの経験は絶対無駄じゃないしすごいいい経験させていただいたからありがたいね将棋風にお邪魔しましたお天気良くてよかった。 でもさなんかちょっとまだ話戻んねんけどさまだ話すんかいって感じ話してもいいまだ寝たいいみんな <laughs> ね一人のお仕事増やしていきたいねもっともちろんみんなとライブとかももっとやりたいしえ話していい話すねじゃあ優しい <laughs> やし <laughs> の,のスピーチに戻るねんけど生誕生の話やねんけど吉野がスピーチ話してて選抜の悩みを話しててまあそれを聞いて選抜に入ったら選抜の悩みがあるし選抜じゃない子には選抜じゃない子の悩みがあるし。 そそれぞれれれぞぞがの場所でで苦しんでるんるだなっって思ったんだ私の場合はどっちも経験してるからね出会ってもそんな少ないよ選抜入ったの一作だからさ大して語れるわけじゃないけどそこに入った時のうれしさも悔しさも実感してるし逆に今選抜入ってない方が長いからこそそっちの悔しさもいっぱいあるから。 だから、どの場所に行っても悩みはつきものだしそう真剣に向き合ってるからこそ思う部分がいっぱいあるんだなって思ってそうみんな必死なんだよね一生懸命生きてるからそう思うんだよなって思ってもちろんその悩みが贅沢だなって感じる人もいることもあるだろうし逆に思われることもあると思う。 から人生って壮大だね嬉しいこともあれば悲しいこと辛いこと悔しいことの方が多分絶対多いと思うからねでも物の見方でそんなマイナスネガティブなことだけでもないやんかだからなんかまあ要は言いたいのはごめん,なんか言葉まともてんねんけど 頑張ろうって頑張り続けることをやめないって思った吉野は選抜としての気持ちをぶつけてたけど今私がみんなにぶつけるのってその選抜を目指したいっていう気持ちだからただその「入って掴んで「イエイ!」じゃなくてちょっとでもみんなにいいポジションで。 いい場所で歌って踊ってる姿を見せてあげたいなって思うのでだから一緒に幸せになろうねそう何歳になっても頑張らなきゃだからねそれはアイドルやってる自分だけじゃなくてさみんなもじゃん それぞれが今アイドルを応援してくれてるファンのみんなも頑張ってるからだからその頑張る活力になれるようにお互いに支え合って頑張っていきたいなって思っただから現状に満足せずに危機感を持って必死になってほしい。 からま,あまた次明日の夜かな5時半売で特価薬師会受付が始まるのはなんかみんなといっぱいある時間が1分でも1秒でも長くなったら嬉しい今いるファンの人たちもが一番大好きだし新しくでもまた会いに行きたいなって地下に。 思ってくれてるファンの方がいたら気軽に遊びに来てほしいと思いました <laughs> 私はありがとうご成長していただき見ていただき今日もみんなもお仕事大変なのにさ 見に来てくれてありがとね公園のさアーカイブとかも見てくれてありがとうね肝臓をつぶやいてくれて追いかけてきてくれてほんとにすごいよかもファンド人たち尊敬してるからね自分のこともあるのにさ推しの夢を一緒に追いかけてくれるみんなってすごいんだからほんとにもう誇り まあ今日の MC は面白いから見てみたらアンコールねルンバ面白いから <laughs> 私が必死に出てきた言葉ルンバ優しいお話言ってくれてありがとうってそんなこと言えないよほんともう優しすぎなみんな <laughs> 優しすぎ お疲れ様みんなも一日また明日。